佐抜陽一は、テレビ埼玉の社員、元アナウンサー、東京都出身、法政大学経営学部卒業、1977年4月1日、福島中央テレビ入社。特に、ズームイン。朝では、東北サファリパークのライオン放し外エリアの中から、たった一人で生中継したり、合図地方の伝統祭りでは、積雪5メートルの極寒の中、 ふんどし一丁で走り回るなど、体を張った突撃レポートを観光する。1983年1月31日、福島中央テレビを退社。1983年、テレビ埼玉入社。報道制作局アナウンス室配属。テレ玉の歴代アナウンサーでは、現時点で最後の正社員穴である。また、テレビ埼玉の放送開始と放送終了の、 アナウンスを担当。移動後も、地上デジタル放送開始前の2005年11月30日まで、使用されていた。スポーツ関連で、特にラグビーでは、熊谷工業高校の日本一をはじめ、東日本社会人リーグ、その後のラグビートップリーグや、関東大学ラグビー対抗戦、リーグ戦を担当。熊谷ラグビー場小倉落としの記念試合、オール総名戦、招待試合、 神戸成功体明治をはじめ、東芝府中隊、サントリー、山陽電機隊 NEC などの実況も担当した。時は6丁目情報局でスタートした、陽一のシネマ情報では、アーノルド・シュワルツェネッカー、シルベスタ、スタローン、ジョギ・ホスターなどのハリウッドトップスターの記者会見の様子もレポート、ジャッキー・チェントの単独インタビューを実現するなどした。 2002年サッカーワールドカップ開催に向け特別番組として企画された高窓宮殿下とサッカーを語るの MC を担当当時日本サッカー協会名誉総裁であった高窓の宮の人ひ新をメインゲストに迎え日本サッカー協会最高顧問の長沼県ラモスルイヤ地元レッツの選手関係者といったサッカー論客を毎回ゲストに2000年から3回に 渡り放送した。2004年4月、テレビ、埼玉業務局営業部に移動。後に営業部長を歴任し、広報部に移動。ありがとうございます。